それをやってるのが世界でうちだけ。お肉たっぷりって名前の通り、しっかり。おお、なるほど。うわうめえ。もはや個体。すげえな。アドバスシリーズ第5弾。今回は3種類のラーメンを作るシーンと、スープの塩分濃度、スープ濃度、これも数値化しています。そしてエンディングでは、塩分濃度とスープ濃度についても深く掘り下げていますので、ぜひ最後までチェックしてみてください。それではスタートです!いってらっしゃい!氷水でやってあげたら、もっと細かくなります。あ、本当ですか?そう。水の温度が高いと、これダマなんですよね。わしづかみと豚骨とダブルです。ダブルです。はい。麺は全部一緒ですね。そうです。材料すべて一緒です。うん、骨、水、醤油、はいはい、と麺も一緒、具も一緒なんで、うん、この出汁濃度の違いです。違いで。それをやってるのが世界でうちだけ。お。はい。すごい。そういうことができるのがですね。麺大体何分ぐらいなんですか。麺が2分ちょいで湯がいてます。でも加水が40あったらね、はい、それぐらいで十分。2分ちょっとで。これぐらいがベストかなと思って、替え玉まで考えたときに、はい。3分ぐらい湯がいた方がめちゃめちゃ絡んでる感は出るんですけど、トータルバランスで2分そこそこぐらいかなという。これ今作るのは?あっさりです。あっさり。ハーフ。あ、豚骨ですね。だから豚骨。これ豚骨。はい、こんぐらいです。一番薄いやつ。はい。で、ダブルが。こっちがダブル。はい。なるほど。これが豚骨、ダブル、はい、で、わしづかみです。はい。朝赤のラインまで入れるって。はい、そうです。で、朝だけちょっと少なめです。うん、これから濃度また上がっていく感じですかね。そうですね。だから30オーバーだと思います、本当は、ね、はい。だから測ってなかったから分からなかっただけで、うん、ってことは3000円ぐらい取っていいか。いや、いいっすよどっかのお店濃度30で2700円とか800円とか、全国の皆さん800円ですよ。激安ですよ。出汁濃度30ですからね。ダメですよ、そんな安い値段で売ったら。そうですね。じゃあ明日から1000円で行こうか。でもこれガチで全部料金一緒でいいと思うんですけど。いや、そうなんですよ、ね。結局材料代一緒なんですよ、ね。だから平均点取らないといけないですよ。今はだから700円の消費税ぐらいです。あの一杯あたり。ねえ。はい。安すぎですよ。これが朝。皆さん、あの、朝から食べてください。材料が全部一緒なんで、薄いやつからいかないと厳しいですね。お待たせしました。綺麗、盛り付けが。で、ダブルですね。ダブル。はい。と、ストレート。ストレート。これがストレートです。ストレート。そのまんまっていいです。薄めてない。直球勝負や。これっす。お、チャーシュー。はい。巻かずに。切ってるわけです。で、醤油につけて。綺麗。はい。鹿児島産です。ねえ。でかいですもんね、はい。はい。厚みがすごい。はい。これ温めるんですか、今から。いや、逆にちょっと固めてスライスします。あ、スライサーなんで。はい。まあ、ほな、切って置いとくって感じですね。そうです。できるだけ切りたてを提供しようって言って。はい。一本ずつ切って、だから、ちょこ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 、動いてます。ギリギリで切ります。替え玉出ますね。はい、出るように仕向けましたね。宮崎で総配数の半分ぐらい替え玉出たんですよ。で、こっち来ても全然出なくて、いや、替え玉券じゃないのと思ってたら、やっぱパンチ力がすごくて、食べ慣れてないっていうのが強かったんだと思うんですよ。と、グラムも多いじゃないですか。麺が細麺って軽いから替え玉なんで。あ、そうですね、確かに。お店として方針を打ち出してから出るようになりました。だから今は総配数の半分ぐらいは替え玉出ます。はい。同じぐらいになってます。客単価950円ぐらい。いいとこつきますね。もうちょい、え、はい、まだ行く。はい。わしづかみ豚骨がほとんど出るんで。ああ。だからラーメンの平均単価が770円から80円ぐらいなんで、それプラスアルファース。プラス1個が大きいので値段が。はいはいはい。そうですね。はい。150円からなんで、プラスアルファーが。お、すごい。それチャーシュー麺ですか?はい。たっぷり、お肉たっぷりって名前の通り、しっかり。すごい。何恥じないように。そうそうそう。
ダブル茶と朝やね。はい。やっぱ、ウォーって言ってもらいたいじゃないですか、運んだ時に。うん、2番スープが多いやつね、豚骨。の、濃度と、塩分。もう全部入った状態での。おぉ、なるほど。低いっすね、塩分。低いっすね。豚骨でちょっと減らしてる分ですね。これがスープダブルの方。はい、全然違いますね。もうこの時点ちゃうもんね。ね。これが豚骨。この、ね、この重厚感が。お、塩分下がったね。おぉ、22。うわぁ、うめぇ、うまっ。うん、すごいな、ほんま。これが名物の、皆さん、喉気になるでしょう。うわ、見ていくわ、すごい、これすごい個体です。もはや個体。すげぇな。おっ、24すごいね。はい、ということで、はい、濃厚でしたね。濃厚でしたね。濃厚でしたね。その濃厚な穴鷲さんのスープ濃度をね、これから解説していきたいんですけども、その前にまずね、最近チャンネル登録された方は僕のこと知らないと思うので、まずシマヤンとは誰なんだっていうところをね、掘り下げたいと思います。で、その後に、穴鷲さんの塩分濃度がバグっているので、なぜバグっているのかっていうのを解説したいと思います。では、まずね、僕のお話からいきたいと思います。シマヤンと言います。本名、島田隆文です。で、僕はですね、なんと、頭がないです。はい。勉強が嫌いでしたね。はい。そして、お金もなかったです。そして、人脈もなかったです。あったのは、なんと、借金。300万円。おお、おめでとうございます。おめでとうございます。そして、2009年、29歳の時に独立して、で、1店舗目のお店は1日ね、来客数がなんと、なんと、10人。10人。はい。そっからね、いろんなことを経て、今があるんですけども、その中で、スタッフと喧嘩して、醤油の一升瓶で頭殴られて、頭から血吹いて、救急車に運ばれて、30前半ぐらいに、頭を縫うという事件がありましたね。はい、まあ、そういったこともいろんなことを経て、はい、今年41歳直営店がなんと今は9店舗、お、そしてフランチャイズプロデュースって言われるのが全部合わせると大体約50店舗ほどやらせてもらってます。はい、なぜそういう風になったのかっていうのはね、次回ね、また島園のしくじり武勇伝っていうのをね、また YouTube にアップしたいと思いますので、そこで僕の失敗談をね、全部皆さんに公開したいと思います。で、今回はそれは置いといて、僕の YouTube のコンセプトをお話したいと思います。で、僕の YouTube のコンセプトはラーメン店主の役に立つチャンネルです。はい、なので僕の YouTube のターゲット、見てほしいターゲットとしてはラーメン店主、そしてこれからラーメン屋さんを開業する人、そういった人たちに向けて動画をアップしているチャンネルになっています。はい。なのでね、よく島屋のチャンネル伸びてへんなとか、ディスってくる人いるんですけど、それはね、後半に解説します。なぜ僕のチャンネルが伸びにくいかっていうところ。はい。で、その前に、なぜ僕がラーメン屋さんに向かって、こういった有益な情報を発信してるかっていうと、そもそも、ラーメン店主、これからラーメン屋さんになる人って、商売をしていくわけですよね。じゃあ商売の本質って何かっていうことを皆さんに伝えたいなと思ってます。で、商売っていうのが2つあります。まず1つが製造って言われてるんですね。はい。はい、ラーメン屋さんで製造って言うと、ラーメンを作ることね。はい。はい。で、よくある営業とか、まあそういったところって、例えば化粧品の会社があったとします。じゃあ化粧品の会社も製造部があるわけですよね。はい。工場で製造する。はい。で、商売にはもう1つやらないといけないことがあります。それが販売です。で、化粧品で言うと、これが営業マンとかね、はい、お店とかっていうところになってくるんですけども、そもそも商売っていうのは、製造と販売2つに分かれます。で、ラーメン屋さんの製造は、ラーメンを作ることね。で、世の中のラーメン店主のほとんどが、この製造ばっかり作ってるんですよね。もちろん大事ですよ。バランスよくしないとダメですよっていうことです。これが8対2でもダメです。
大事なのは5対5でバランスよくやることが大事です。ただ皆さんこの販売っていうことを知らないと思います。売り方ね、どうやって売るかっていうことを知らないと思うので、ここについては僕の経営チャンネルね、こちら経営のお話っていうのをやってますので、こちらの方もいろいろ見ていただくと、実際僕の YouTube を見てくれてる人が島屋さんの言ったこと TTP したら徹底的にパクるね、これをやると売り上げ伸びましたとかね、そういったことが実際起こってます。で、実際この販売方法と製造、これ5対5でやらないと本当に繁盛はしない。こんなん言うでも島屋、製造だけでも美味しいラーメン使ったら儲かるんちゃうのって言ってる人いっぱいいると思います。それは世の中のラーメン屋さんの中のほんと 10% ぐらいしかそういった人たちはいないです。たまたま美味しくて、たまたま認知度が高くて、たまたま取材が来て、たまたまそのまま繁盛し続けてる、まあ、これはあり得ると思います。ただ大事なのは販売方法、こっちを学んでいく方が大事です。で、僕も実際2009年このね、1日お客さんが10人しか来なかった時っていうのは基本的に製造のことしかやってなかったです。どうやったら美味しくなるんやろう、どういうお客さんを味を求めてるんだろうとかね、新しい味を開発することばっかり目が向いてました。ただどんだけ新しい商品を作ってもお客さん来ません。じゃあ何があかんねっていうと、やっぱりこの販売方法を知らなかったので、当時いろんなね販売の仕方っていうものを学んだ結果、1日10人やったお客様がなんと1日200人来る店になりました、はい、っていうようにね、本当にやっていけば学べるのでっていうのを発信しているチャンネルが僕のチャンネルです、はい、とは言うてもしまんやん、チャンネル伸びてへんやん言うてますね。はい、じゃあなぜ伸びてないか解説します。2対8の法則っていうのがね、世の中にあるんですけども、まあその2対8の法則はまたググってください。で、ラーメン屋さんっていうのが 100% ラーメン好きな人も含めてラーメンに関わるお仕事が 100% あったとします、はい、で、そのうちの 80% の人がラーメンが好きな人、要は消費者ね、消費者が大体 80%、はい、で、上の 20% はラーメン店主、ラーメンをやってる人で、これで見たらもうお分かりの通り、僕がターゲットにしてるのはこの2対8で言うと 20% のラーメン店主を向けて発信しているので伸びないですよ、そら、はい、そうですね、うん、ただ濃い人らばっかりですよね、はい、ラーメン店主などそうですね、はい、で、すする TV とか最近伸びているラーメン屋さんの YouTube チャンネルとか見ても基本的にここの 80% をターゲットにしてます、はい、で、僕は 20% だから伸びてないです。ただ伸びてないけどすごいファンはね増えているのでありがたいなと思っています。はい、で、ここまでが島屋の解説です。で、お待たせしました皆さん、穴鷲さんがバグっている件について解説したいと思います。こちらの表なんですけども、まず豚骨っていうあっさりしたね、はい、一番あっさりした味が塩分濃度は動画内では 1.2%、はい、で、スープ濃度が 16.7%、はい、そしてダブル豚骨の塩分濃度が 0.8%、 スープ濃度が 22.2%、はい、そしてストレート、はい、穴鷲豚骨っていうやつですね、これが塩分が 0.6、はい、スープ濃度が 24.4、はい、じゃあ穴鷲さんが何がバグってんねんっていうと、はい、もちろんスープ濃度が高すぎるっていうのもあるんですけども、はい、塩分がね異常に低いんですよこれ実は、はい、じゃあ何をもって低いねっていうと、ラーメン店の全国の平均の塩分濃度は、混ぜそばもちょっとニンニクを多めに入れてイメージとしては、はい、なるほど、少ない、もう一丁、いやもう十分あるよ、うれ0.6% の塩分濃度でも美味しい。なぜ美味しいのかっていうと、 Hi guys, my name is Kozo. Thank you so much for watching video. If you like this video, please set the like button, leave comment down below, and subscribe. Do you make Shimaya happy? If you want to watch about making of video, please follow the Shimaya's Instagram. Alright, see you in next one. Bye bye.